お酒ってする時はちょこっと荒っぽく、パンチがなんか大きかったんですよね。大ぶりが日本に来て新庄に出た時は強かったね、あれは。はい、あの中途半端じゃなくて一気に出してるんですよね、あれ。自信を持って今回の初防衛戦見たら今軽量級のナンバーワンだね。ネクストチャレンジ。はい、具志堅用高ネクストチャレンジ始まりますよ。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。今日はですね、先ほど試合を見ていただいた中谷潤斗選手について、具志堅さんの意見を聞きたいと思っております。はい、つい最近9月10日日本時間で11日に中谷選手がアメリカで初の防衛戦を行ってですね、この試合が終わった後、ボクシングやってる YouTube の方であったり、まあ、解説の方であったりっていうのが、中谷潤斗選手は素晴らしかったっていう意見がかなりあったので、具志堅さんの目線から見て今回の試合また中谷選手はどうなのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思っております。この試合初防衛戦はだいぶ伸びちゃったよね、いろいろ。そうです ね、まあコロナとかいろいろあって元気でね。はい、中谷選手は私は新人王かな、この時からもう見てますから、サスポーで同じね。はい、かなり以前から注目されてた。うん、素晴らしい選手が軽量級にいるなとは思いつつ、何度かもう試合も見てますから目の前でも。はい、初防衛戦をいきなり海外でやるってことはよっぽど自信がないとできないですよ。はい、初防衛戦は難しいですからね。相手も相手だしね、ライトフライの世界チャンピオンですからね。はい、だけどやっぱり今試合を見たらフライ級の体っていうか、やっぱりパワーがやっぱりありましたね。ね、下から上に階級が上げるライトフライの選手がね、フライでやるっていうことはパワーがなんかちょっと違ったような気もするし、それと、中谷チャンピオンは王座決定戦の時よりは初防衛戦の方がしっかりあのボクシングをしてましたね。王座決定戦の時はちょこっと荒っぽくパンチがなんか大きかったんですよね、大振りが。今回はしっかりしたやっぱりパンチを打ってましたね。大きいパンチでも流れてない、体がやっぱりしっかりしたバランスっていうか、はい、体幹の強い状態に負けない下半身の強さっていうか、それ感じましたね。はい、中谷選手は、まあ、171センチとフライ級ではかなり身長も高くて、はい、まあ、相手選手のアコスタは163センチなので、うん、まあ、今回8センチの身長差がありながら、うん、ただ、まあ、アコスタっていうのは具志堅さんも見ていただいて思ったと思うんですけど、かなり強打で結構接近戦を持ち味というかにしている選手なので、今回もそこに持ち込んでたんですけど、身長のある中谷選手も接近戦がかなりうまかったんじゃないかなと思ったんですが、うん、この試合中谷選手はあの自分の距離、やっぱりしっかりした距離でやっぱロングパンチを当てていったんですよ。これがやっぱり的確に当たったんですよね。だから最初 あのパンチでやっぱ鼻が骨折なんか折れてるっていう話なんですよね。血が止まらないっていうことは、はい、まあ、最終的に鼻の出血が止まらなくて4ラウンドでレフリーストップの TKO なので、まあ、1ラウンド目からもうかなり効かしてたのかなと、うん、あの相手もしっかりしたガードでしたからね、それを左をストレートじゃなくてロングの左フックのような感じでパンチ打ってましたね。それはそれなりにやっぱりその試合で良かったと思いますね。やっぱ同じ身長の高い選手ではそれもなかなか当たることはあの難しいけど、あの低い選手にね、よくああいうなんていうの、距離を取ったロングパンチを当てていく、意外とやっぱり自信とやっぱりかなり勇気がありましたね。海外のリングであれだけのやっぱり自信を持って戦うっていうのはやっぱり日本で戦うよりいいじゃない、海外の方がなんか緊張感はそんなないような気がしたけどね。はい、中谷選手はキャリアでいうともう15歳中学を卒業して高校には行かず、そのままアメリカに渡ってアメリカでボクシングをずっと学んでるというかトレーニングしてるんですけど、結構今の日本でいうと、まあ、高校大学とかアマのエリートっていうのがかなり多いと思うんですけど、中谷選手はもうアメリカに渡って修行するというちょっと珍しいパターンではあるかなと。それもなんか僕の話を聞きながら、やっぱり日本に来て新人王に出た時は強かったね、あれは。はい、スピードがありますからね、パンチにも。はい、これからもっともっとやっぱ強くなる
ことと強くなるっていうのと、あとはボクシングもっと上手くなるんじゃないかなって僕は思いますね。はい、ちょっちゅね、少しちょっとボクシングの技術の面、またスタイルの面聞きたいんですけど、はい、左のストレートのパターンが数パターンあったかなと思いまして、うん、中谷選手はちょっとオーバー気味というか、なんかストレート以外も打ち分けてるイメージがあったんですけど、うん、あれは素晴らしい技術なんですか？ですね、はい、相手によって距離感によって、はい、今回初防衛戦はロングの左ストレートを打てるってことは、うん、フィリップに選手に似てるね、うんうん、すごくやっぱり伸びるね、あの左が、はい、一つだけやっぱり直すとしたら足ですね、フットワーク、うん、フットワーク使える選手だと思うよ。で今回は使ってないってだけだと思うんだけどね、ファイターになってちょっとアメリカで試合と、また防衛戦チャンピオンとしての試合というので、うん、打ち合いっていうのをあえてやった可能性もあるってことですか？あれですね、本当もっとフットワーク、足をもっと使う選手ですよね。今回それがちょっと見られなかったけどね、うん、これからもやっぱりなんていうのかな、下半身の膝を柔らかくしてフットワークを使う動きを持っていけば楽に仕上げできると思う、はい、どんな相手が来ても、はい、中谷選手なんですけど、はい、重心が結構後ろの方かなと思いまして、うん、そこの重心が後ろっていうので距離ができて、さらに相手選手はやりにくいのかなと思ったんですけど、具志堅さんから見ていかがですか？今回すごいやりづらいと思う、相手は、うん、距離が相当もう届かない距離に感じると思いますよ。だけどやっぱりこう体重を後ろからこう前へこう行く早かったね、うんうん、ロングパンチを打つときはすごくなんか中途半端じゃなくて一気に出してるんですよね、あれ自信を持って、それがやっぱり見えちゃう、テレビで見たら、うん、怖そうに出してないんですよ、うん、思いっきり出してますね、体重を後ろにかけてるんだけど、普通大体不利なんだけど、プロはもっと体重を前にかけるって言うんだけど、はい、どういう相手が来るかわからないけど、うん、あまりにも体重が後ろになったら不利なんだけどね、うん、パンチが当てるのが難しいとは言ってるんだけど、ただ難しい中でも中谷選手はそこもうまく使ってるってことですね。いやー自信持って出すもん、パンチ出してますね、思いっきり、はい、それが届くまでなんか手が伸びてますね、はい。じゃあ今回なんですけど、中谷選手は、まあ、他の方々が言ってるかなり素晴らしいっていうのは具志堅さんの目から見ても素晴らしかった、うん、僕は今回の初防衛戦見たら今軽量級のナンバーワンだね、井上チャンピオンを抜いてね、省いて、はいはいはい、まあ、いつかスーパーフライでも戦うような体力ありますね。そうですね、パワーありますね、はいはい。ちなみに具志堅さんのおっしゃってた通り、今後なんですけど、はい、やはりまあ中谷選手サイズが大きいっていうこともあって、うん、なかなかフライ級では軽量減量が厳しいみたいで、うん、まあ、今後は階級を上げていきたいっていうのがあるんですけど、うん、まずはフライ級を統一して、うん、その後まあ階級を上げたいということは、一つ上の階級に井岡チャンピオンがいるんですけど、いかがですか、この日本人対決がもし実現すれば。実現するなら今、はい、今ですか、はい、中谷はもう上げて戦った方がいいってことですか？やるとしたらもうすぐ上げてやる、分からないけど、まあ、返上してしなくちゃいけないのか、チャンピオンながらやるっていうのは多分ルールはできないと思うんで、一回返上するしなくちゃいけないと思うんだけど、だけど井岡チャンピオンがすぐ OK 出したらすぐ返上してすぐやると、そういうマッチメイクのやり方もある。ただまあ統一したいっていうのと、まあ、井岡チャンピオンも違うスーパーフライのチャンピオンと統一戦をやりたいっていうのがあるので、うん、そこは難しいかもしれないですけど、これはもうみんなマネージャー、はい、プロモーターの話し合いですね、はい。フライ級から同じように上げた田中康生チャンピオンは、うん、井岡チャンピオンに負けてしまったんですけど、うん、中谷選手がもし井岡チャンピオンに挑戦したらどうなると思いますか？中谷とチャンピオンと井岡ね、はい、これは僕は今現在ならもう中谷の方が強い。それぐらいの、それ具志堅さんがそこまでおっしゃるぐらい中谷選手は強いと。スピードが違うね。実際中谷選手が言われる遠い距離と短い距離両方得意っていうのはもう納得できる話です、うん、具志堅さんから見ても両方得意そうに見えますか？そう見えます。それと意外と中谷チャンピオンは強いね、うん、ハートが。
どこでやろうが誰とやろうがリングの中では発揮するような気がするけどね、うん、戦いぶりはいいね、逃げるような選手じゃないような気がするね、はい、前へ攻撃を持ってる選手だね、はい、仕掛ける自分から仕掛けるっていう選手の気がするけどね、待ってるような選手じゃないみたいね、ちょっと今回の試合で、まあ、井上チャンピオンは一旦省いて、うん、日本人最注目ボクサーになったんじゃないですか。私はそう見ますね。実際その中谷選手は目標があるんですよ、はい、その目標っていうのが、うん、6階級制覇言ってるんですけど、うんうん、6階級制覇ということはフェザー、スーパーフェザーぐらいまで行くんですけど、そこはどうですか。身長は大丈夫だけど体全体のバランスっていうか、はい、どこに体重が増えるのか中谷選手が内山チャンピオンと戦うみたいなもんですか。そうだね、うん、身長は同じぐらいですけど、そんな変わらないと思うけど、どこまで体が、うん、6階級になるとパッキャオと一緒ですね。フライでしょ、はい、フライで普段何キロある、60以上あると思うんですよ、うん、普段具志堅さんは、まあ、当時は当日計量だったんですけど、普段何キロぐらいの減量だったんですか試合前。いや僕はもう 3,4 キロですよ、まあ、時代が違いますもんね。はい、ライトフライで、うん、そう考えると、まあ、減量も難しいですけど、体重を増やしてさらにそのスピードを下げないっていうのもなかなか難しいですよね。うん、階級を上げて体重が増えてスピードが落ちたらどうしようもないんですよ、うん、変わらないスピードでパワーがついたら、うん、もう最高ですよね。どんどん何階級もチャンピオンになりますよ。井上チャンピオンもそうだもん、うん、上げてもスピードは変わらないもん、うん、ライトフライフライの時ともスピードは変わらずパワーがさらについてるしね。井上チャンピオンも今3階級制覇なので、うん、スーパーバンダムフェザーと行くかもしれないですね、うん、今回改めて中谷選手いかがですか。ボクシング界のホープですね。これからすごいなんて期待できるっていうか、はい、試合を見たい選手っていうか、はい、新星っていうか、はい、いいボクサーがまた出たなっていう感じしますね、はい、本当にありがとうございます。できれば具志堅用高ネクストチャレンジ登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。